リカルド・ビラロボスは、チリ出身のエレクトロニックダンスミュージックを軸に、活動するミュージシャン、DJ である。パーロンの看板ミュージシャンであり、テクノやハウスのスタイルの一つであるミニマルを代表する。チリ生まれだが、チリクーデターの影響で3歳の頃、ドイツに亡命した。彼の音楽は、家族からの影響が強く、特に父方の親戚である。 ビオレータパラはチリで最も重要なアーティストと語っている。子供の頃はギターにも挑戦したが、それ以上にコンガやボンゴといったパーカッションを何時間もセッションしていた。学生時代はラテンロックのようなバンドでパーカッションを担当していたが、15歳の頃でペッシュモードを聴き、エレクトロニックミュージックへ関心が移った。DJ 活動や、 プレイハウスのメンバーとはこの頃に出会った。1993年には自身も大きく関わったプラシッドフレーバーというレーベルで作品をリリースした。当時の音楽活動の様子はレジデントアドバイザーが触れている。同レーベルで少なからず活動を続け1995年にはプレイハウスからも作品をリリースしたが、 本格的に活動を始めるのは1990年代後半からである。フリスビートラックスやローハイステレオで活躍し、1999年にはパーロンでの活動を開始した。2000年代前半彼の音楽性はクリックハウスやマイクロハウスと呼ばれていたが、それらのジャンルやテクノに対してすべてハウスが軸であると語っている。ミュージシャンとしては、 レジデント・アドバイザーの2000年代のトップアルバム100枚において、アルコ・チョファが1位、テーユ・ハーレム・ディ・アーカメディが74位。ピッチ・フォーク・メディアの2000年代のトップアルバム200枚において、アルコ・チョファが165位を獲得する等の評価を得ている。DJ としては、レジデント・アドバイザーの年間 DJ ランキングにおいて07、08、10年に1位を獲得し、 8年連続トップ10入りを果たし2014年現在も記録を更新中である。3X12 は3枚組の12インチレコード、2XCD は2枚組の CD。リミックス作業その他3エレクトリックとビラロボスの接近は2008年の棚稲図にて確認できる。それ以前には、オットマシンが2007年に作品を発表しており、ピンクエルナ アトムハートは1993年に音楽ムジークより作品を発表している。ありがとうございます。